はい、こんにちは、バイシムくんです。さて、くんらしいお題何回か忘れてしまいましたが、続きやっていこうと思います。続きというかね、ラジオに続きも何もないんですけど、何を話そうかっていうのを、非常に、悩んでました。実は今ですね、配信中なんですね。YouTube の動画の説明文の方に配信の、URL もあるので、ぜひ見てみてください。たまに配信してます。ニコニコ動画なんですけどね。まあそうだね、何の話をしようかね。あ、そうだ、チートの話を、先日ラジオ動画でしたんだけれども、結構反響が良くて、最初さ、あんま興味ないかなと思ってラジオ動画で終わらせちゃおうかなとか思ってたんだけど、結構みんななんか興味あるのと、なんかちょっと勘違いしてる人とか結構多かったから、まあちょっと喋る系っていうか3分ぐらいでまとめる動画にしようかなと思って、まとめてみました。まあぜひよかったらね、私の動画昨日かな、投稿、昨日か一昨日にね投稿してるので、ぜひよかったら見てください。まあチーターの問題ってね、結構難しい問題っていうか、ゲーム知らない人にとってはね、なんでそんなことで騒いでんのとかなるかもしれないですけど、まあ、ぜひ見てみてください。そう、ちなみにね、今ゆらゆら揺れてるでしょ。今お酒入ってるんですよね、ちょっと。この前の動画の続きってわけじゃなくて、一回ちょっと間を置いて次の日の夜に撮ってるんです。まあ多分動画はこれすぐ上げるので、やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、あれしよう。給油しよう、給油。やばいな。高速道路で急に止まって給油するとか、正気の沙汰じゃねえな。現在、ちょっと飲酒運転中であります。残念ながら。はい。さて、給油しましょう。エンジンを満タンにす。燃料タンクを満タンにする。満タンになるかな。お、エンジン補給中であります。よし、行きましょう。そう、ですね、ちょっと話は変わるんですけど、募金の件、皆さん覚えてますか？募金の件、募金系 YouTuber の件、知らない人に少しだけ説明すると、まあ、リスナーから、まあ、募金って言って、こう、東北に被災地旅行に、被災地復興旅行に行くから、お金をくれとか言ったり、まあ、募金ってね、控除ってのがあるんですよ、控除。控除。3万払ったら8000円ぐらい戻ってきたりするんですよね。つまり、リスナーから金を集めて、募金しとけば、まあ、例えば10万リスナーから金集めて全額募金しましたって言っとけば、実は3万円懐に収めれるっていうね。それちょっと募金ビジネスをやってる人がいて、 YouTube に、まあその人の件に関する動画を出したんですよ。それがちょうど2週間前で、その動画の中でね、なんか、いやお前もなんか、お前も広告料目当てじゃねえかみたいなこと言われたくなかったんで、もうしょうがないから、俺募金嫌いなんだよね、基本的に。あんま募金って好きじゃなくて、街頭で募金活動してる人とか見ても、いやお前その時間使ってバイトして全額それ募金した方が、その街頭でぼーっと突っ立ってるより金になるんじゃないのとか思っちゃうタイプの人で、まあダメな考えなのかもしれないけど、まあそれでもね、ちょっとそういった理由があって、その広告の動画の収益を募金にしよう、募金化しようと思ってね、募金する先はね、いろいろ考えたんだけど、盲導犬協会に募金することにしました。なんで盲導犬協会なのかっていうと、犬好きなんでね、犬。やばい、なんか居酒屋のおっさんの絡み酒みたいになってる。犬好きでさ、犬が好きで、子供の頃とかさ、まあ、中学校ぐらいまでは将来の夢獣医さんだったね。動物のお医者さんになりたくて、
実家にも犬2匹飼ってるし、猫も1匹飼ってるし、本当に犬好きなんだよ。だいたい種類とかさ、だいたいわかるんだよね。結構犬種とか見たら、あ、何犬だとか、名前とかだいぶ分かったりして、分かんないのもあるけどさ、それぐらい結構犬好きで、やばいやばい、ちょっとお酒が回ってるんで、獣医さんになりたいぐらいだったんですよ。でさ、ラブラドールレトリバー飼ってんだよね、実家で。盲導犬になる犬なんだよね。盲導犬の、まあ、犬種、まあ、その犬は別に盲導犬でもなんでもないんだけど、でさ、こんなこと言ったら、まあ、俺の動画見てる人の中で、盲導犬を利用してる人がいるとは思えないけど、なんかちょっと盲導犬って俺、ちょっとかわいそうだなとも思ってて、だって、働きたくないでしょ、犬も。犬もめんどくさいかもしんないじゃん。いや、こんなこと言っちゃいけないけど、あんまりなんか無理やりなんか盲導犬ってして、使役してるのがさ、ちょっとかわいそうだなと思って。で、なんでそれ、じゃあなんで盲導犬協会に寄付するんだよっていうのなんだけど、盲導犬って、もう歩けなくなっちゃったりさ、やっぱ足腰すぐ悪くなるんだよね、ラブラドール。ラブラドールっていう、盲導犬の犬種は足腰弱いんだよ、すごく。だから歩けなくなっちゃうんだよ、最後には。もう全然。うちの今、実家の犬もさ、結構大きくて立派な犬でさ、もう55キロもあるような犬でさ、立派な犬なんだけどさ、もう歩けなくなっちゃって、足とかもう、全然、ちょっと引きずる程度で、ちょっと、ほふく前進できるぐらいなんだよね。で、まあ、もう10歳超えててさ、まあ、盲導犬もそうなっちゃうわけなんですよ、最後にはね。で、そういう犬をなんか支援してくれる、まあ、のも盲導犬協会なんだよ。最後まで見とるじゃないけどさ、盲導犬使って、その使い終わったら、はい、おしまいっていうわけじゃなくて、ちゃんと最後まで世話は一応してくれてるんだけど、まあなんか、盲導犬っていうシステム自体に、俺はそんなに、賛成というか、ちょっと違和感は覚えつつも、まあそういうお金になってくれたらいいなと思って、募金を仮にするなら、まあそこだなと思ってさ、被災地の犬の支援とかもあったんだけど、なんかいまいちなんか、わかんなかったから、見てもなんかやってんのかなみたいな感じもあって、実際の実態がつかめなかったからさ、とりあえず盲導犬協会にしようと思って。そうだね。それで盲導犬協会にしただけなんで、本当に何の、例の募金関係者とは関係ないです。東日本大震災ともね、何の関係もないです。てか東日本大震災はもう、俺はもう、当時さ、あんまお金なかった時なんだけどさ、別に募金自慢じゃないけど、なんか赤十字にいくらか募金はしたんで、もう、まあ、もういいって言ったらなんか悪いけど、まあいいかなと思って。よいしょ。被災地のさ、犬の支援っていうのは具体的にはちょっと説明しとくと、あれなんですよ。要は、飼い主が亡くなっちゃった、まあ犬とか、ちょっとどこの犬かわかんない犬とかを、まあ、支援したりしてあげたりしてる団体もあるらしいんだけど、ちょっと実態がよくわからなかったんだよね。本当に活動してんのかなみたいな ところもあったので、まあ、ちょっと、募金の話はこのぐらいにして、そう、それで、なんでその話をしてるかっていうと、まあ、2週間経った後に募金、その時の金で募金するって話だった。今多分、その動画は3万6千再生ぐらいいってるんで、まあ、ぶっちゃけ、もっと安いですけど、3600円で、まあ、単純に0.1円計算として、まあ、3600円分は募金しようかなと思ってるところなので、まあちょっと明日にでも動画出します。そして、ワイパー動け。よし、動いたワイパー。やったぜ。
いやー、何の話もなんか配信論とかさ、自分のなんか動画に対する考え方っていうのはちょっと正直語り尽くした感があるので、もう最近の話をすると、ファイナルファンタジー7がさ出たじゃない。で、あのリメイクすることが決まったんですよ、 FF7。 ファイナルファンタジー7って言ったらもうすごい人気なんだよね、ファイナルファンタジーシリーズの中でも。いや、俺なんか結構それ喜んでる人たちとかいたんだけど、俺はちょっと そうじゃなくて、あ、なんかもうスクエニ終わるなって感じがちょっといや、スクエニの関係者の人いたら本当に申し訳ないんです、スクエニ大丈夫かなっていう気があって、一番の手札なんだよ、スクエニの FF7 のリメイクって。すごい取ってたんだよ、もういざという時のために。で、出したら絶対売れるし絶対儲かるな、目に見えてるんだけど、どこでそのリメイクをぶつけてくるかなっていうのがあってさ。いや、まあついにこの時が来たかって感じだったんだけど、 F7 の発表があるっていうことで。まあ多分私が主に苦しいんだろうね、そのスマホゲーとかから押されて。もうパッケージとかでさ、 FF15 だっけ、なんか開発してるのか知らないけど、まあ俺がスマホゲー好きとかじゃなくて、もう時代遅れなんですよ、時代遅れ。やばいやばい、なんかフラフラ運転だ。いや、飲酒運転ダメ絶対ですよ本当に。時代遅れ化してると思っていて、その日本ではね、海外ではそりゃ指示もあるかもしれないけど、日本で若干時代遅れ化してきて、今週パッケージのソフトが。で、どの会社も、まあ割とスマホゲーに流れつつあると。コナミなんかもっとひどくて、社長がさ、スマホゲー出身の人だから、なんか、どんどんスマホゲーを押していくんだけどさ、いや、ちょっと、あんまりこう、にわか話になっちゃうっていうか、あんまり専門家でもないから、俺が言うのもなんだと思うんだけど、スマホゲーで、例えばカプコンがさ、バイオハザードのスマホゲーを出しましたとかさ、スクエアエニックスが、ファイナルファンタジードラゴンクエストのスマホゲー出しましたって、みんなおってなるじゃん。でもさ、わけわかんない会社がさ、わけわかんないゲームをさ、何それってゲーム出してもさ、みんな注目しないじゃん。だからな、何が言いたいかっていうと、コンシューマー系のファイナルファンタジーなり、まあ、バイオハザードなり、まあ、サイレントヒルなり、まあ、モータロー電鉄なり、そういうものの、その下地があってこそ、まあ、スマートフォンゲームが売れるんであって、コンシューマー事業も、まあ、しっかりやっていかなきゃ、まあ、日本のゲーム業界に未来ないのかなっていうふうに、まあ、本当ファン目線っていうか、ゲームをやってる人の目線では思っちゃうね。まあそうじゃないっていう人ももちろんいると思うけど。まあね、ちょっとスクエアエニックスのその FF15 だっけ、あれも見たけど、あれ 15?14?15 か。今度出るの15だよね。なんかまた分かってないってあれなんだけど、まあ、それがジャパニーズ RPG だって言われたら、これがそのそういう形なんだっていう風に言われたらそうなんだけど、なんかちょっと変わり映えしないなっていう感じはするよね。それ多少のシステムは変わってるんだろうけど、なんかちょっとオープンワールドチックになってたり、そういう要素は入れたり、努力は感じ取れるんだよすごく。まあ、でもなんか脱却しきれてないな感が否めないというか、ホストがさ、マシンガン乱射したり、なんかでっかい槍とかさ、剣とか持ったりするゲームとしか、まあ俺は受け止めれなかったな。なんかワクワクはしなかったね全然。あんまり自分個人としては期待薄かなっていう風な感じはありますね。まあ、こういう話もね、私元プロゲーマーなんですけど、その時できないからね、元プロゲーマーなんかっつったら。
正直な話ができないのがさ、まあ、そういう組織の中にいる人だからさ。まあ、私元プロゲーマーで、プロゲーマー辞めるときもいろいろあったけど、まあ、今となってはね、まあ、俺の性格からして辞めてよかったのかなっていう風な感じはちょっとしてますね。おら死ねえ、ドーン。はい。そうだね。まあ、プロゲーマーとかって、まあ、ほんとお仕事になっちゃうからさ。まあ、某、ふんふんボックスさんとかさ。まあ、そうなんだけど、俺はちょっと耐えられないな、多分。俺は耐えられるタイプじゃないよ。こういうラジオ動画なんか不可能だからね。その、有名になって、そのプロゲーマーとかになったら、お前じゃあその発言は、どういう意味で言ったんだとかさ、組織としての発言なのかとかさ、気にしようと思えばいくらでも気にできるからさ、個人が言ったことですっていう風に、まあ、組織が言ってくれればいいけどさ、そんなこと言ってくれる組織はないし、それに、プロゲーマーなんてさ、もともとなんか受け入れられてるものでもないんだしさ、世間一般に。まあ、事なかれ主義になっちゃうよね。もちろん。いやいや、うちはもうこれでやるんだよ。うちのプロゲームチームは、もう好きなこと言っていい。いや、別にそれで嫌がるスポンサーいたら、別に他のスポンサー探したらいいじゃねえかって。そんなプロゲーマーはいません、多分今。そういう、こう、なんだろう。こう、ラーメン屋のさ、親父みたいな。そこまで、こう、市場が育ってないっていうかさ。だからそういう風にできるプロゲーマーってのは、まあ、多分まあおそらくまあ向こう10年20年出てこないし出てこれないだろうなとは思うよ。そう考えたらなんか普通にのノラっていうかさ、自分で一人ぼっちだし何の位置づけもないけど、まあ、YouTube やってて YouTuber やった方がまあ楽しいなって思うし、俺自身言いたいこと言えるし、なんかこの前のチートの関連もそうなんだけどさ、リスナーによく言われるんだよね。いやお前それ言う必要ないだろうって叩かれるぞとか、敵作るからもう君やめろみたいな風に言われるんだけど、いやほっとけないんだよね。こうビーフが好きだからとかさあるけど、なんかムカつくじゃん。なんかそういうのがまかり通ったりしててさ、それなんかズルとか不正とかがさまかり通ったりさ、なんかそれがなんかなーなーで過ぎ去っていったりさ、なんかこう権力とかさ、こう関係とかさ、つまんねえポジショントークとかさ、そんなんばっかり気にして、なんか自分の思ってることとかさ、ダメなことダメって言えないような人にはなりたくないんだよね。やべ、これ動画として上がるってのはちょっと忘れてこういうこと言っちゃった。まあいいや。エンジン故障しました。なんだと？おお、エンジンかかんねえじゃねえか。かかった。いや、ポイズンじゃないけどさ、言いたいことも言えない今年の中じゃって言うけど、いや、YouTuber ってさ、本来言いたいこと言えるべきなんだよね。なんか、こう、スポンサーとかさ、ステマのさ、紹介してくれるかとかさ、そんなんばっか気にする人だって多いと思うんだよ。ステマだって依頼とかいっぱいあると思うよ。スマホゲーのさ依頼とかさ、見てたらわかるじゃん。なんか見ててわかると思うよ。ちょっとこのラジオとか見てる人レベルの人だったら、多分ここまで再生するぐらいちゃんと俺の人の話を聞けるタイプの人だったら見ててわかると思うけど、明らかにこれ依頼されてやってんなとかさ、明らかにこれステマだなとか、なんとなく察せれるんだよね。特にそのヒカキンとかはさ、なんかもともと自分で買ってレビューしたりするっていうのがあるからあれだけど、明らかにお前このゲーム興味ないんだろうとかさ、いや俺は依頼されたらちゃんと提供受けたって言ってやるよ。ステマはしないけど絶対。スマホゲーとかの、まあ、実況してる人多いじゃん今。
そういうのが紹介されなくなるのが嫌だとかさ、それのなんかまあ利益とかあるじゃん、ぶっちゃけた話利益とかあるんですよ、そういうのの。それがまあ欲しいから、そうあった方がまあ安泰だからさ、結局なんかそういうステマ系のってさ、自分が人気なくなったとしても、まあ、商売にできるんだよね。あの安心するんだよ。仮に人気がなくなったり広告料が落ちたりしたらさ、ただ自分の収益減っちゃうってだけだけど、ステマだったらまあ登録者数とかにさ応じてお金がもらえるんだからさ、ぶっちゃけ人気じゃなくなろうが、みんながもう嫌いになろうが関係ないんだよね。お金は一定額もらえるからさ。いや、そうなりたくねえなと。仕事だから割り切れよっていう風にもう言われることもあるけど、で仕事だったら何やってもいいのかっていう風な話だと思うんだよね。で仕事も信念や持ってやるべきだろうって思うし、仕事、そのお金が発生してるって意味ね。俺 YouTube 仕事、お金発生してたらもう仕事と思ってるし、俺も今。仕事と同じ、もう変わんねえなと思ってるから、その、なんだろう、仕事なら我慢しろよとか、関係性考えろよとか言うかもしんないけど、俺がやってるその YouTube の仕事って、仕事っていうか、仕事じゃないな。こう、YouTube のやってる活動って、言いたいこと言えるっていうのが強みっていうか、そう言うべきだと思ってるんだよね。そうじゃないとテレビと一緒だしさ。つまんねえじゃん。そう、あともう一個ね、こう、YouTuber とか言ったらさ、よく話すじゃん。ヒカキン終わったとかさ。もうヒカキンも終わりだとか、広告収入とか終わりだ、YouTuber 死亡とかさ、よく2チャンですれ定期的に立つでしょ。で、そんな終わんないから、まず。終わるとすれば、ゆっくり死んでいくから、急に、ある日突然、YouTuber が死亡みたいにならない、絶対。絶対、もう自信持っているもん。急になんか、ある日突然何かが起こって、天変地異が起こって、もう死亡とかはね、ならない、絶対。多少広告料の引き下げがあってさ、そういった意味で死ぬのはあるかもしんないけど、そんなね、YouTuber 全員が死ぬなんてことはありえない。死ぬあり方としてさ、結構考察してみたんだよね。どう、YouTube、今の YouTuber ね、YouTuber、YouTube 自体じゃなくて、YouTube がなんか例えば、なんかもう、Google が潰れたとかあったら終わるけど、その、動画に広告を貼って収益を得るシステム、どうやって終わっていくのかなと思ったら、俺、プロの参入だと思うんだよね。プロが入ってきたら終わりだなと思ってる。例えばさ、ヒカキンさんとかさ、ヒカキンさんはもうなんかアイドルみたいになってるからあれだけど、プロじゃないんだよね、やっぱり。プロってその映像のプロとかさ、構成のプロとかさ、多少はプロなんだと思うよ。編集してるのはプロかもしれないけど、そのテレビの人たちが、例えば、まあそうだね、有吉とかがさ、その、レビューするとか言ったりしたら、その辺の YouTuber がやるよりさ、はるかに、まあ面白いものが作れると思うんで、実際面白いかともかくとして、その、ちゃんとこう、なんて言うんだろう、レシピ通りのものが作れるんだよね。レシピ通りのおいのもの。変な味付けにはならないはずなんだよ。レシピ通りのものが作れる。おいし、そこそこおいしいものがね、絶対。だからそういった経緯で俺、プロが参入していって終わるんじゃないかなと思ってんだよね。今の YouTuber たちは。だから俺は、その、テレビとかじゃできないこととかさ、その、ね、会社に絡め取られちゃったら言えないこととかをさ、そういうのを言えるような、なんか動画の内容とか、そういうのを言っていきたいなって思ってたりします。あー、意識高いこと言っちゃったな、なんか。忘れてくれ。じゃあ、ドライブも終わりだもん。お疲れ様。なんかちょっと意識高いこと言っててキモいな。じゃあ、お疲れ。バイバイ。24分か。まあまあだな。はい。次回もし話してほしいことがあったらね、コメントに書いてください。次の動画はね、前回のラジオと今回のラジオの、コメントを読む動画に、読むラジオになるので、ぜひぜひ、もし何か質問事項とあれば何でも答えるんでお願いします。じゃあ、バイバイ。